東北電力ネットワークで働いている。この車は何かわかるかな？正解はヘリコプターに乗せて電気を届ける車。空輸対応型低圧応急用電源車トモスでした。長さは 3.4 メートル、重さは 1.6 トンあるよ。キリン1頭より少し重いよ。他の電源車と並べてみたよ。トモスはとても小さいけど、それには理由があるんだよ。他の電源車には真似のできない、とても頼りになる車なんだ。それはね、道路が塞がって車で行くことができない地域に電気を届けることができるんだ。陸上自衛隊の大型ヘリコプターに乗って空から停電している地域に向かうんだ。トモスがヘリコプターの中に入った。ヘリコプターが出発。到着したらすぐに停電している地域に向かうよ。電気が送られるとランプがつくよ。トマスのおかげで電気がついたね。東北電力ネットワークは、災害が起こった時、停電した地域に早く電気を届けるために、自衛隊と訓練をしているんだ。